左小蘭は文化2年の江戸日本橋を描いた絵巻。作者は不明。縦 43.7cm、横 1232.2cm の長大な絵巻で日本橋通りに連なる問屋街とそれを行き交う人物が国名に描かれる。1999年にドイツで発見され、火星期の江戸の文化を知る上で貴重な資料として、 注目された。現在の日本橋室町2丁目、当時の本町2丁目付近日本橋側に架か,かる、日本橋から流暇川に架か,かる神田間川橋までの南北約7丁、764メートルを東から俯瞰する。現在の中央通りにあたる、この通りは当時通り町と呼ばれた。現在では、三井グループなど、大手企業のオフィスビルが立ち並び、 ビジネス街としての性格も強いが、当時は、豚屋が、くまなく立ち並ぶ江戸一の商店街であった。描かれている街は、江の右、すなわち、北から日本橋本銀町二丁目、日本橋本国町二丁目、本国町実験棚、日本橋本町二丁目、日本橋室町三丁目、道二丁目、道一丁目である。は、画中の表記であるが、日本橋通り沿いは、 通の干渉をつけて俗称されていた。昭和初期の町名整理を経て、現在では全体が日本橋室町1から4丁目に含まれる。絵には88件の問屋が登場するが、のれんはヤゴが判別できるほど精緻に描かれており、当時通り西側に出展していた店舗の一覧を知ることができる。文政7年2月の 江戸買い物読案内にはこのうち4分の1の店舗が掲載されているが、住所が食い違うところも多く、入れ替わりの激しさを忍ばせる。町屋は、差しの有無、土蔵と白漆喰の違いなど、外見上の特徴が細かく描き分けられているが、類似作である、江戸風俗図鑑のように店内部を投資するように描く、ことはせず、あくまで写実に徹している。 町屋の間から裏棚に至る路地の存在が示されていることも特徴である。有名店ほぼ多数登場する。現在も三越として残る五福店越後屋は道から少し入った駿河町に本店を構えるが、当地の定番として欠かせなかったためか全体が余す。ところなく描かれており、通り沿いにも系列店や蔵を多数構えている。現在も 室町で大波物問屋として営業を続ける木屋は、室町二丁目に四点舗並んで見えるが、そのうち、木屋みゆきなは工事中で、不審の内蔵に、しかも商売志向の札を掲げている。大手書士スハラも、前五郎と一米の二店舗が見える。正規の店穂のほか、木戸版が非正規に営む商売屋が描かれている点も注目される。絵には、 総計1671人が描かれるが、このうち女性は200人と生費がかなり偏っている。日本橋に近いほど人が多く、実際の混雑の分布が反映されていると見られる。買い物客の外、振り売り、辻浦、読売りなど、路上の商人、66部や、肝心像などの僧侶、寺小屋に通う親子など様々な人種が、生き生きと描かれている。人以外にも、 野犬20匹、馬13頭、牛舎4両、猿飼いの猿1匹、鷹城の鷹庭が描かれている。室町2丁目付近の肝心集団の一人が、文化に、エコーインと書かれた肝心箱を担いでいることから、絵は、文化2年の設定であることがわかる。描かれた日本橋界隈は、翌年3月4日の文化の大化で全焼しているが、 店舗の配置は大化前のものであることから、実際に参考にした風景も、文化2年頃のものと考えられる。季節については、例年2月末から3月初めに出展される、実験棚の避内地が見られるので初春と、考えられるが、日本橋魚菓子のカツオや日本橋側に遊ぶ子供に、注目し、特定の季節が意識されているわけではないとする見方も、ある。 制作年代については、大事を書いた、佐野東州が、文化11年3月10日に没し,していることから、少なくともこれはくだらない。大事には、署名がないが、佐順の印の白文法院及び、東須の主文法院があり、初夏佐野東須の手によることがわかる。くしくも日枝神社に、同じく文化2年佐野東須によって記号された。 三能大権元の変額が残されているが、こちらには、東須佐純小上賞の署名がある。絵師を示すものは何もなく、現在のところを不明である。佐野東州は、文化書年に一時期参東京参を、向こう用紙にとっていることから、その兄であり、北尾正信の名で絵師としても活躍した山、東京殿ではないかと見る説が、一般的である。また、佐野修豪は、 作風や活動時期から消去法的に、勝川春へを導き出しているが、いずれも推測の域を出ない。大事には、期大小乱点とあることから、元は、天、地の二部作、あるいは、天、地、人の三部作であった可能性が高いが、これらの消息は不明である。他の薪は同じ通りを反対の西から俯瞰したものか、日本橋より、 南側の同じ通りまたは交差する本町の通り、もしくは隅田川や吉原遊郭など江戸の他の名称を描いた可能性もあるが、いずれにしても現存すれば貴重な資料となることは、間違いなく、発見が熱望されている。大事に署名がなく、絵師に至っては、手がかりすら残されていないところを見ると、武家や豪商など、貴人の注文によって制作された絵とするのが、妥当である。 画題の、期大小欄は、広しける三代の優れたる景観の意であり、また、官房員には、英傑の余りこと文章の急務とあることから、当時の江戸の繁栄を構成に残す目的で、制作されたと考えられる。絵には、後から金箔で地名が付されているが、室町一丁目で東に入る高砂神道を、浮世工事、東三丁目で東に入る浮世工事を、 小座店と取り違え、小田原町を小田町とするなど、誤りが多い。もし金箔を付したのが、注文主であるとすれば、この界隈に詳しくない人物であると見られる。1995年、ベルリン自由大学生物学教授であり、中国美術収集家のハンスヨアヒムキュステルと、妻インゲが、親戚宅の屋根裏で発見し、 自身が会員として所属するベルリン東洋美術館に他の収集品と共に帰宅した。これ以前の経緯は全く不明である。以降中国美術として保管されていたが、1999年、キュステルが死去し、遺品整理が行われた際、ちょうど日本ギャラリー真相のため雇われていた日本、美術学芸員、カーン・トリンが日本の作品と確認した。 ビルバルト・ファイト館長が、ケルン大学日本学教授、フランジスカ A 向けを介し・ A ムケを開始、公演で、ケルンにいた、学習院大学教授、小林忠氏に話を持ちかけた。小林忠氏は、チューリー・ヒリートベルク美術館、ベルリン自由大学での公演を済ませた後、同美術館に立ち寄り、調査を行った。絵は、日本ギャラリー真相の目玉として、同美術館で、 初公開された後、2003年1月5日から2月23日まで、江戸東京博物館の江戸開府400年博物館10周年記念マイナス、大江戸808丁店、2006年1月7日から2月12日まで、三井記念美術館の開館記念特別展2日本橋絵巻展に展示され、2度の里帰りを果たした。その後、明橋、 日本橋保存会及び日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会によって江戸東京博物館館2週のもと1.4倍の複製が制作された。複製は詳細な解説とともに東京メトロ 3H 前駅地下コンコースに設置され2009年11月30日除幕された。絵画は現在も旧ベルリン東洋美術館。 ゲンベルリン国立アジア美術館がこれを所蔵している。肥大小蘭禅図属称とは別に、日本橋通り、本町通沿いには、通を冠した町名が多数存在した、本堂と書かれた旗を持つ層がいるので、この集団は、天明三年に消失した、両国栄光院の本堂再建を目的とするものだと、わかる。英傑のあまりこと天章の急務とする資料もある。 コザテンがどこを指す地名であるかは不明。AC ジャパン2015年度の日本の卒中、教会支援キャンペーン、社クのテレビ CM のラストではこの風景の右端の部分を使用したアニメが作られており、それを救急車が走る描写が描かれている。ありがとうございます。